はい、ということで、どうもみなさんこんにちは、しーチャンネルと申します。カミカゼでーす。ということで、本日は書いたものだけで戦う、うひょー。今日はね、このブラシがあるので、これかけるやつを持ってきたんで、書いたものだけで最後戦います。ちょっとね、舐めるんじゃねえぞ。下手くそなのかな、カミカゼは。映画おい、プロゲーマー様だからよ。じゃあちょっと30分後にまたここにおろ。あ、なるほどね。今のうちにいっぱい書いちゃっていいんだもん。うん、もうそれ最初で最後の戦いだから、もう書きに行くぞ。うん、なるほどな。任すとき、俺がな、最強の武器とボールを書いてやってやるぜ。ということで、いきます。よい、スタート。じゃあバイバーイ。お、バイバーイ。よし、ことで早速神風をまあ巻いたということで、巻いたっていうか、まあそこら辺にいるだろうけど、絵描いていくか。とりあえず何の絵描こう。とりあえずダイヤモンドだよね。いや、ちょっと待って、ダイヤモンドいるか。ちょっと待って、ダイヤモンドいらない説ないか。まあ一応ね、まあ持っとくだけ持っとくか。こんな感じ。頼む、これで成功してくれ。よいしょ。あ、ダイヤモンドだ。あ、でもイラスト下手だな。待って、ダイヤの剣持っちゃってるわ。俺スタンプで、このスタンプできるんですよ、このダイヤモンドを。これでいっぱいね、増やしていこうと思います。よいしょ。あ、なんか変なのちゃった。あ、てかかける64すればいいんだ。よし、かける64。あ、忘れちゃった。で、このダイヤモンドをとりあえずね、装備作りますか。待って、これバージョンそういえば違って、最強の装備があるんだわ。ちょっと最強の装備の絵わかんないけど、とりあえずなんか雰囲気で描くか。なんだっけな、日本の将軍様みたいなのあった。いや、宇宙ヘルメットだ、宇宙ヘルメット。そう、確かに宇宙ヘルメットがね、あるんだよ。宇宙ヘルメットっていうのは、簡単に言うと宇宙ヘルメット。真ん中が、真ん中こんな感じだったんだよ。ここがメガネになる部分で、なんかこんな感じだったよな。わかる人いるかな、サムスみたいな感じ。うわ、こんな感じやった気がする。なんだっけな、なんかここら辺にブツブツがあって、これをヘルメットと認識してほしいわけなんだけども、さあ果たしてそれは本当にうまくいくのでしょうか。この辺頑張って、グラデーションかけて、よし、このヘルメット頼む、来い。よし、ヘルメットできた。いや、これ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 、結構うまいな。おい、待って、今んとこ絵うまいぞ。そう、このヘルメット、ほら、見て、下の装備。これ確かダイヤモンドの、頭が、なんかダイヤモンド1個分なんだよね。これを一式揃えていこう。ちょっと色とか変えたいな。ちょっと色とか変えていきたいと思います。やばい、これかなり時間、すごい取られてる気がする。大丈夫かな、神風といい感じに、あれできているかな、差別化。まあ、差別化というよりかは、なんか、ちょっと、いや、どうなんだろう、神風、案外 A はまあ分かるくらいには上手いから、いや、あんま上手くないんだけど、それからそこがね、心配だね、やっぱり。ちなみに今はこれネザライト、いや、なんかネザライトっぽくなっちゃった。ちゃんとこれ大丈夫か、これ認識すんのか、これ。もっとごつい感じ出すから、こんな感じ。あ、もうこれでこんな感じでいいや。 OK、 はい、お、できた。で、これ揃ったんで、スパーター MKV ヘルメット、至近至近。おお、見て、強くなりました。じゃあね、ちょっと、あ、じゃあピッケル欲しいな、今度は。時間もね、まあ、だいぶ少なくなってるとはいえ、まだまだ結構ね、時間ある方だと思うので、まだ頑張っていきましょう。いや、なんかね、こういうツルハシあるよ。なんかちょっと、オレンジとかブラウン寄りだった気がするから、ちょっとブラウン寄りにして、そういうツルハシがあった気がするの。頼む。はい。お、虚無のツルハシ。え、何これ。え、見た。え、初めて見た、これ。虚無のツルハシかな、これ。あ、形か。形か。うわー、これあれか、なんもねえな。ちょっと待って、これ思ったのがさ、ツルハシ作って作らなくても銃とか書けばよくね。お、銃書くわ。ちょっと待って、これ戻ろう。もうこんなとこいてらんね。早速書いていこうと思うぜ。いやー、何書こうかな。俺正直何書いてもいい気はしている。まあ、まずは戦いといったら、そうだな、悩ましいとこだな。戦いでいったらやっぱり武器がないと何も始まらない気がしている。だから俺とりあえずこんな感じで、よし。おお、なんかぽいぞ。おお、素晴らしい。あと70系ダイヤ剣ってあんま覚えてねえんだよな。もうちょっと濃かったか。あ、なんかぽくなった。
ログとかも書いていきたいと思うぜ。でもさ、この世界さ、よくよく考えたら自由とかあるんだよね。でも自由とか書くのもありかな、これ。よし、決めた。俺様はここでいっぱい自由を書いて、新チャンネルような遠隔で倒していきたいと思うぜ。やっぱり、自由といえば、やっぱ AK かなと思ってね。こんな感じになってて、これなんか、掴むとこがあって、で、こんな感じでなんか、トリガーみたいなのがあって、ここに、バカデカ、バカデカマガジンがあって、こんな感じだよな。おー、なんか僕ね、なんか僕だったぞ、これ。おー、いいじゃん、なんか、それっぽくて。で、まあ、なんかここに変なラインみたいなのがあって。あ、じゃあこれで銃1個出せるんじゃない？じゃあちょっとこれで、早速やっていきたいと思うぜ。完了。ポチッ。お、来た！トンプソン SMG。おい、AK じゃねえじゃねえ！これ、ちょっと強いんだけど。ねえ、せっかく頑張って書けたのに。まあ確かに。あー、似てるな、こっちも。こっちの方がなんか似てる気がするわ。なんなら。くそー、マジかよ。じゃあこの調子でいろいろ書いていきたいところなんだが、次、防具。超かっちょいい防具書きたいな。まあそうだな。おとなしくダイヤ装備とかでも書いとけばいいかなと思っているんだが、ダイヤ装備。このダイヤ装備ってこんな感じだっけ？ちょっとこれ、やりすぎたかな。いや、待てよ。これでいいわ。よし。じゃこれで、ちょっと適当にライン引いて、よし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 。ダイヤ装備だよ、みたいな感じで、ちょっと青色に出てくる。なんか違うな、これ。なんかスーパーの袋みたいな色してる。違うかな？ちょっとこれでやってみよう、次は。せーの。はい。いや、ちょっと下手くそすぎたかな、これ。どうかな。おー、来た！ダイヤモンドのチェストプレート出てきた。やっぱり俺様の画力はね、大丈夫だったんだ、これで。よいしょー。おー、一気にかっこよくなった。あとはね、いろいろやるにはやっぱ飯も欲しいから飯も書いていかないかな。こうやって、おお、うまくねこれ。結構うまくできてんじゃないのこれは。もうちょっとあれだな。ステーキっぽい色にしていきたい。おお、なんか赤くなった。いい感じじゃないこれ。あ、これで、そう、64個出したいから。よっしゃー、これはいいぞ、なかなか。さあ、来い！ででーん。おお、出てきた！ステーキ !64 個ちゃんと。戻ってきました。これも欲しい。ズボン。ズボンと銃かな。あとは銃、どういう銃にしよっかな。欲しい銃書けばいいわけだからね。僕ね、小学校の頃とかね、絵描くのが好きだった少年なんよね。当時はね、俺ポケモン描いてたね。ポケモン、いや、絵描きたいな。またなんか絵描く機会なくなっちゃったからな。マイクラフトでしか描けないよ、もう。そんなことないけど。ちなみに今は俺、わかるかな、金属バット、釘がさ、バットに釘が刺さってるやつ、あれちょっと武器として欲しいなと思って金属バット書いてます。こんな感じでいいかな。金属バット出るかな。よいしょ、うん、お、あ、ほらほらほら、金属バット、これ見てこれ。あー、まあまあ色ちょっと違うけど、金属バットね、作れました。これでね、神風のことを叩いて叩いて叩きまくれる。これ強いよね、多分。うえー、強いこれだけじゃダメだな。何しよっかな、武器。ガチで何も思い浮かばん。ちょっと考えながら書きますか。いや、ね、絶対難しいよね、書くの。いや、欲しいやつ1個、レーザーライフルみたいなやつ欲しいんだけど、書けるかな、それ。むずそう。いや、こんな感じだった気がすんだよな、俺的に。うわ、どうかな。どうですか、皆さん。だな、ちょっともう色こんな感じだったんよ。で、こっからなんかレーザーライフルが出る感じだった気がする。頼む、やってくれ、お願い。ポチッ。お、できた。ガスライフル、これ合ってるよな。あ、多分これで、弾か。あ、やばい、もう時間がないから、ちょっと早く、弾どんな感じだっけ。ちょ、早く弾を書かないとね。ということで、僕は以上になります。いや、まあ結構神風と差ついたんじゃない。 これはさすがに書かんやろ、神風も。どうだろうな、書くかな。まあ、いいや。よし、これ出ない。あ、出てるわ。あ、あ、あれは1個じゃダメだ。散布して、追加で。はい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 、すいませんすいません。よし、完璧。あー、よかった。これでもう勝てるわ、神風に。あー、ただ俺あれね、ズボンがね、まあ、ズボンなくてもいいか。これをね、書いたんで、これで神風を倒していきましょう。いや、でも結構ね、
え、上手だと思うけどね、これ。上手だと思う人は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もお忘れなく。てかさ、思ったんだけど、これ銃あるけどさ、銃の弾も書かないといけないんだな。弾ちょっと面倒くせえな。弾書く、弾書くらもう別に最後ら辺でいいとして、次はだな、あ、最強の防具とか作っちゃおうかな。なんか適当に、なんか俺が考えた最強の防具みたいなやつ作ろう。そうしよう。こうしてこういうやつ、なんか赤色とかでこういううおーってなってて、こういうやつ、いや、いいじゃん。ほら、こういうので、なんだろう、なんか変なラインがいっぱい入ってていや、なんか違う、これ。ちょっと目描いてみか。神の目、神の目を描くぞ、ここにおー、いいじゃんこれ。おー、かわいい。これ最強の防具、最強のヘルメット、これで出てきてほしいんだけどな。そう、こい、これ、おち、何出るかな。お、え、なにこれ、お、なんか強そうなヘルメット出た。これ、これつけてみるか。おーまあ、確かに似てはいるかもしれない、これやったー。だんだんと俺じゃなくなってきてるけどな、これ。でも次は足も描いていこうかな。足はブーツみたいに書いてある、なんか出てこないかな。あ、よくない、こういうブーツ、なんかかっこいいじゃん、おしゃれ。え、なんも出なかったらゴミだけどな。よし、ポチッ。おー、かっこいい。いや、いいじゃん、かっこよくてこういうの。おー、出た。え、なにこれ、え、ちょっと待って、え、60ブーツとかで、なんかバカ強そう。ごっつすぎこれちょっと俺、絵の才能あるかもしれないぞ、これ。いいや、いいや。あ、じゃあ面白いですか、こう。こうして、丸を描いて、で、ちょっとグリーンを強くしていく。まあ、こんなもんか。これで、こういうところに目を描く。なんか違うな、これ。ビリヤードのなんか玉みたいな。ちょっと、エンダーパールってどうやって描くんだ？これね、なんか変なツヤがあって、ここにもなんかあって、真ん中に行けば真ん中に行くほど濃くなってくんだな。なるほど。いい勉強になるな、これ。ちょっと暗くていいか。お、こんなもん、そう、こんなもんでいいんだよ。こんなもんでいって、若干なんか青っぽいんだよな。こっちの方がしっくりくるか。あ、こうだ。あ、こう、そうだ、これだ。え、俺が言いたかったらこれだよ。よし、こうして、グリーンのちょっと明るいバージョンを周りに描いていくと。おぉで、これを忘れることなく64個って書いてある。あ、やばい、64個が潰れちゃった。あ、どうしよう。やりすぎた。あー、なんか回しちゃった。これがゴリ押しでさ、これ64って書いてある。バレんか。かけたから。俺もちゃんとこんな装備を書いたから。かダサい中身かっこいいだろ、これ。ふざけんじゃねえ、ちゃんと大夜景もついてきてるからな。おー、なるほどね。いや、俺もいろんな装備は、ね、あるからな、今。
よいしょ。なんだと。じゃあ戦うぞ神風。かかってこいしーちゃんで。いきます。よーいドン。さあ俺はこの。うわえ。僕の。俺もならしーちゃんで。俺様は上からしーちゃんで。何？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 マジか。ちょっと待ってちょっと待って。あいつ賢い。お前エンダーパールをゲットしたのかお前。くそー。おいるなこっち。よし俺は距離を取るぞこれあえて。あれどこ行った？いたいたマジか強いなあいつ。おいてか待って俺弾持ってくるの忘れてた。え弾書いてないってこと？弾書いてない。けい俺は書いてあるからな。弾も結構あるからやばいってる髪がしか痛いよ。あ俺はリロードができるからな髪風と違って弾を補填できます。ほっ当たった。ほっお来たこれ。あそこに TP したな。あこっちに TP した。今度はちゃんと2個送らないと。こんなことあろうかと2個はちゃんと作ってきたから言うわ。あどこ行った？あいたいたいた。ほらおいうるせえな。よし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 なんだそのワープ意味ないんじゃないか。やばいほっほっやばい。あやったやだーバト強ってことで新チャンネル勝利イエーイやったー強いなこのバット。うんあいた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 。全然だけだわ。たまらなかった。俺はリロードできるからな。あ、すごい。サブ中がある、サブ中がある。2回倒してるよ。やだ。じゃあ、お絵描きスーパーロボット対戦は僕の勝利ということで。またやろうな、こういうお絵描き勝負。俺はどうやったら動けられるんだろう、ゲーム。あかわいい。あの、左の神風版のやつかわいいな。